告知の時間でございます。11月3日に内藤先生のセミナー、クリオの話をするわけでございますけれども、これはですね、他では聞けない話をします。内藤先生。一応クルノが中心になって、実質クルノの話になると思うんですが、一応タイトルとしましてはですね、正しい多文化共生セミナーということになっております。で、どうしてもいわゆる外国人のその、移民といいますか、日本に対応する外国人ってどうやって、日本人、元から住んでいる日本人、あるいはそのニューカマーに対して元からその日本社会のルールに従って生活している善良な外国人が共存していくのか、で共存していくためにはやっぱりまずは今いる人間の安心安全を確保するということが大事だよねというのはその視点で考えている。今日本で生活している日本を含め、あるいはすでに定着し何年も前から定着をしている外国人である、いわゆる善良な日本で生活している人々ですよね。私の方から何がどう、他で聞けない話なのかっていうと、3つほどお話、お伝えしておきますと、まず第一に、現場と連携しながら定員活動をしてきたので、それの中間報告みたいな形になるということ。で、2つ目が、独自取材をいろいろと重ねてきたので、公開情報はもちろんなんですよ。公開情報の奥の部分、あるいは公開情報では知り得ない、現地取材をしておりますので、そういうことをお話しするということ。で、3つ目がですね、内藤先生といえば歴史ですので、他では、他の人が言えないような来るの歴史から解き起こして、どうして日本の現代の問題につながるのかという3つの観点から、他では危険なお話となっておりますのでですね。内藤先生。それももちろん、おっしゃったこと、プラスでですね、やっぱり先ほど、よく、しばしば象徴言っておられますけど、政策提言をするということが大事なので、実際の政策とはもっといろいろ練ってからいけないにしてもですね、例えば、いわゆる保守系の方が考えることは、大体似たようなところに修練してきちゃってると思うんです。ただそこと我々が他とどう差別化していくかっていうと、我々やっぱり、例えば法的な部分、の考え方であるとか、あるいはそもそも今 の法律ができた経緯が、例えば入管法とか施設管理法というようなものについては、これは実はちょっとだけ言いますと、移民ということを想定してなかったんです。結果的に入った人が定着をして移民化することはあっても、もともと例えばアメリカなんかのように移民として入ってくるということを法が想定してなかったという部分がある。だからそれが現状がやっぱり追いついてない。それは最近だいぶ活性されてきたわけですけれども、例えばそういった視点からするとどうしたらいいのか。あるいは例えば今の法の不備といいますか、法律上これ、例えば取り締まった例はないんだけれども、実は問題じゃないかと言った点ですね。こういったところなんか具体的に細かく、実際に法制度に携わった方ですとか、あるいは国会議員の方ですとか、そういった方々なんかともですね、もちろんその現場のその市議の方なんかともお話をいただいて、お話をご提案するという、これは多分、結論、多分過剰書きにした結論としては、これ、一緒になってしまうかもしれませんが、その中身の濃さといいますかね、密度といいますか、精度といいますか、それはちょっと他ではないものができるじゃないかと、自負しております。今でも小出しにしてきましたけれど、7つの提言にまとめて、当日、体系的にお話をして、実際に活かしていただければと。ということで、我々、私先生、今日は、地方議員向けのセミナーっていうふうなことを始めましたけれども、外国人の方が一人もいないっていう地方自治体ってほぼゼロに近いじゃないですか。そうですね。はい。もちろんね、都市部にはこれ、北海道の方たくさんいらっしゃいますし、地方ということになってくると、やはり昨今の労働力不足の話もあって、多くですね、ご外国の方が地域に入ってきていると、こういうことに関しては、これ見ていただいている方の皆さんは、実感としてわかるということで、一部の都市の問題というだけではなくて、全国各地でどう考えていくのかという話っていうのはすごく大事かなというふうに思っています。で、このセミナーに関しては、自治体経営研究会の、という、連続の我々がやっているセミナーの中に、この真のね、多文化共生、っていうのはどういうものか、という、今までね、暮らしている人たちの安心安全を守るということをテーマに、本当に具体的に、なんですかね、とにかく騒ぐと、これはダメなんだっていうのを騒ぐというよりは、自治体経営、
という形で、本当に責任を持つ形で、落とし込んでいくにはどうすればいいのかということを、政治家の方であるとか、まあ、中国人のね、方々であるとか、そういったことに関心のある皆様にお届けするということで、まあ、今後ね、本当に自治体を経営していくんだと。ということ重要になってくる中での、まあ、テーマとして今回扱わせていただくですね。はい。ですから、まあ、本来であれば、例えばその大学で90分の授業で半年ぐらいかけてじっくりやるようなことをちょっとまあ今回4時間にギュッと濃縮してという形になりますので、はい、早口だから。もう早口だから。普通の問題では6時間ぐらいになるかもしれないけど。でもまあ、とにかく、私はそのコアな部分、エッセンスの部分だけでも、多分、なんとなく不満に思っていて、まあもちろん不満に思うことはいいんですよ。はい、ただそれはわんわん騒いでいても、まあ、そんなに解決しないんで、どうやって解決するかという問題意識で、それを具体的に法律その他の観点も踏まえて言うというところが、他ではできない、我々のやっぱり、制度の高さということになろうかと思います。もちろん、完成というのはね、これはいつまでやっても成り立たないんですけど、今、現時点でできる範囲のことは、お示ししたいというふうに思っておりますので、11月3日の、新橋ですね、こちらの方にお運びいただければと、午後ですけれども、お運びいただければというふうに思っております。はい。ということで、皆様、まあ、特に、地方自治体の首長さん、議員さん、それから、アクティビストの皆様ね、お待ちしておりますので、ぜひお越しいただければと、日本を良くしていければと思いますので、ぜひ一緒に日本を良くしていく企画として考えましたので、ご参加ください。よろしくお願いします。はい。日本には近代政党が必要だ。自分の政策与奪の権を政治家に任せていってはいけない。ましてや官僚シンクタンクにしている政治家に任せたら何をされるかわからない。規制が増えたり税が増えたりすると政府の力ってどんどん強くなっていく。でそうすると自分たちの意思とは関係ない政治とか社会の意思決定がなされていく。それが環境に役立つのか役に立たないのかという人は一方でいたんですが、そもそも手続きとしておかしい。民主国家というのはこれ基本的に手続きの世界なんですよね。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。